中央通り、中央通りは仙台市青葉区一番町三丁目の東、一番町通りとの交点、一番町アーケード、大町広場から道区中央一丁目の駅前通りとの交点まで至る道路の通称である。全区間が歩行者専用道路であり、アーケードを備える。一番町や仙台駅、西口周辺と並んで仙台市都心部における、 中心部商店街の一つとなっている。江戸時代に作られた仙台城大手門前から続く東西の一本堂は、東はそのまま、道の区国府、多賀城、仙台の外港である、塩釜港、日本三景、松島、東北太平洋岸海運の拠点港、石巻港へと続く石巻街道をにがっている。この一本堂のうち、 仙台城下町の中心である場所の辻周辺は現在ビジネス街となっているが、その一丁東の東一番町から駅前通りまでが現在中央通と呼ばれる。仙台七夕祭りの際のメインストリートの一つ。戦後の復興期に中央通りの南側を並走する片側3車線の青葉通が作られ、自動車の東西交通軸の地位をそちらに譲った。 現在の中央通りは歩行者専用道路となっている。商店街組織は、江戸時代の区分けである、大町、新天間町、新天間町、名県帝、中家町の地区ごとに作られており、現在の大通りによる区分けとは異なっている。江戸時代は、町、町がつく大町と新天間町が町人町、帝、町がつく名県町が侍町であった、仙台市都心部、 帝都、町。この道における、町人町と侍町の境は、四谷用水が担っていた。すでに埋め立てられて、痕跡も見当たらないが、現在も商店街の境界となっている。現在、歩道のタイルの模様によって、その名残を止めている。江戸時代1970年1月19日、明県町、または中家町。現在、中央一丁目。 中央二丁目東一番町、現在の一番町と同様に、江戸時代には侍町であったが、現在は中心部商店街となっている外区である。東一番町は仙台における商人町の証である町に改められたが、中家町は定のままとなっている。江戸時代の仙台藩の武士身分では、上級の門松の名の下に大番子、組し、 魚名県組、卒の三頭があったが、徒歩侍の組し、魚名県組が住んだ町であることから、名県町と呼ばれた。名県邸は、西の新天馬町から、東の東七番邸、車町まで続く細長い町で、石巻、松島、塩釜という石巻街道沿いの港から、仙台城下町へ入る際に通らなくてはならず、名県町の東の二十人町及び鉄砲町。 鉄砲足百138人が置かれたと合わせて、城下の東の守りであった。1887年、明治20年に東北本線ができると、東六番町あたりにできた踏切によって、町は東西に分けられてしまった。西側は仙台の中心部である、国分町、東、一番町、大町と仙台駅との間を結ぶ道とて、人々の往来が増加し、 出録処分で没落した氏族の町から商店街へと変貌した。大正時代には、間口の広い商店や土蔵が立ち並ぶほどになった。戦中の仙台空襲で、町内は全焼。戦後復興時に、北に、谷風通、南に、正岡通が並行してできた。また、中家町と正岡通とをつなぐ、ジャンジャン横町も、この時期にできたという。その後、 東一番町では両側に歩道ができて、歩車分離がなされたのに対し、中家町を含む中央通りは、歩車分離がされなかった。1965年、昭和40年12月、初代アーケードが完成し、中央通がすべてアーケードで覆われ、歩行者専用道路となった。なお、線路の東側の中家町については、宮城の橋、X 橋を参照。 駅前通りの東側に JR 仙台駅、東五番町地下に仙台市地下鉄南北線、仙台駅があるため、両駅に近い、この街区は仙台駅前の商業地区に含まれる場合がある。仙台駅に近いことから、他都市の地下街のような歩行者道線の誘導機能も持つ。交差する東五番町や駅前通りを含め、パチンコ店や、 ゲームセンター等のアミューズメント系の立地が他のマイクより目立っている。また、マサオカツや中家町センター街などの横丁をはじめ飲食店も多く立地している。ハッピーな中家町周辺には飲食店の集中の度合いが高く国分町との間で客の奪い合いが起きていると言われている。なお、ハッピーな中家町のハッピーなとは幸福なを意味する英語の形容詞。 ハッピーを日本語の形容動詞化したハッピーなに由来する造語で1993年平成5年に名付けられた。また、ローマ字書きのハッピー名はハートファルアメニティプレイスインターフストナチュラルアーケードの頭文字を取ったともされる。江戸時代1970年1月19日新天満町新天満地。現在、 中央二丁目仙台城下町が開封された時には、日系町との名称であった。城下には、国分町と北目町に天馬の宿駅が置かれたが、需要に供給が間に合わなかったため、日形町にも天馬が置かれ、1694年に新天馬町と改称された。仙台近郊のみならず、山形や秋田などからも入馬車が集まる街として、発展し、米、野菜、 粉、焚き木が移入され、単物、紙、魚などが輸出された。1887年、明治20年に、東北本線、仙台駅ができると、入馬社から鉄道に、流通の主役が次第に移り、大正時代には、卸売りとぎ上がりとなっていた。戦後の1964年、昭和39年に、仙台卸業団地建設委員会が設立され、 昭和40年代を通じて、市街地東部に、卸商町団地、卸町と国道4号仙台バイパスが作られたことで、問屋は移転していき、仙台駅と一番町をつなぐルート上の小売商店街へと変化した。本町の専門学校、予備校地区に近いため、東四番町の地下にある仙台市営地下鉄南北線、 広瀬通駅や JR 仙石線青葉通り駅などを利用する学生への通学路となって、新学生街の様相を呈している。この街区は横道である東四番町や東三番町などと一体となって、面的な広がりを持っており、若者向けの店舗が立地している。原宿のクレープのように歩きながら食べる安価なグルメとして、 安倍かまぼこ店の氷炭揚げがここでは人気であり、ブランドーム一番長、お茶の池田の抹茶ソフトクリーム、仙台駅ビル、ずんだ砂料のずんだシェイクと並び、仙台の三大歩き食べとなっている。仙台四郎が鎮座する三滝山不動員がある。定期的に、ゆさみ森のいつも同じ瞳を BGM として聞くことができる。なお、クリスロードとは、 クリエイティブライフインショッピングの頭文字と、ロード、通りを合成した造語である。江戸時代1970年1月19日、大町4丁目、大町5丁目、大町5丁目新邸。現在、一番町三丁目。江戸時代には、東一番町との交点付近が大町4丁目、小間物、それより、東側が大町5丁目、油などとされ、 西側の場所の辻周辺の大町三丁目、五福と共に、建家の府大町として、米沢、岩出山と移転してきた、特権商人が軒を連ねた外区である、括弧内は各町に与えられた、千媒県。大町一及び二丁目は、府大町ではないが、一丁目は古着、二丁目は、木綿の千媒県があった。欧州街道である国分町と交差する三丁目には、京や、 四丁目にも島屋という飛脚屋もあった。昭和初期に、三越の仙台進出計画が明るみに出ると、打撃を受けると考えた、地元商店街は反対運動を開始した。三越が1933年、昭和8年に定前寺通り近くの東、一番町に進出が決定すると、先んじて1932年、昭和7年に、藤崎が大町四丁目に、 百貨店を開店した地上3階、地下1階。開店後は仙台三越が高級百貨店、藤崎は庶民的な百貨店として住み分けがなされ、見るは三越、買うは藤崎と言われたが80年近く経った現在は藤崎もルイビトンを取り扱うなど高級店化が進んだ。この商店街は東一番町通りブランドーム一番町。 サンモール一番町と一番町アーケード大町広場で交差している。この交点付近には東北地方で一番の売り上げを持つ百貨店藤崎狩り、それを中心とした一番町三丁目のブロックには宝飾店やブランドショップ、王道にもセレクトショップ、美容室などが軒を連ねている。この街区は一番町と一体となっているため仙台の商業道景では 一番町三丁目として一緒にされることがある。県外からの買い物客は統計的にこの一番町三丁目のブロックと仙台駅前で最も多くの消費行動をしている。1996年平成8年3月に新装された現在のアーケードには東2番テイツーとの交差点近くのアーケード等端の天外下に 空中ステージが設置されており、仙台ゴスペルフェスティバルなどの音楽イベント開催時や、仙台コーノページェント期間中などに、そこで演奏が行われる。空中ステージには、パイプオルガンが設置されており、定期的に自動演奏される。なお、この外区は、大遺跡で舗装がなされているため、マーブルロードと名付けられた。全区間が、 終日歩行者専用道路となっているこれらの商店街であるが自動車の侵入、暴走による死傷事故が発生している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。